そう、あれがラザハンの都よ。残念ながら塔ができてからは限界態勢に入ってるけどね。みんなきっと不安に思いながら閉じこもってる。商いも難しい状態だって聞くし、大主様もさぞ苦労なさってるんじゃないかな。どんな、そうだね、ラザハンにおいて一番重要な人かな。大昔この島にはミハのマタンガが暮らしていたの。ガジャースラ族と私たちアルカソーダラ族ね。そのうちに大陸からアウラ族が渡ってきて、アルカソーダラ族と手を結んだ。そして対立していたガジャースラ族を放逐したの。以降しばらくは平和と繁栄の時代が続いたんだけど、今度は大陸に住んでいたヒューラン族の一団がこの島を乗っ取ろうとやってきたんだ。その時に戦いを仲裁し、一つの国にまとめ上げたのが大主様のご先祖にあたるお方よ。以来途絶えることなくその一族が大使を務めてるの。基本的には国を民に任せつつ、問題が起きたら解決に手を貸してくれるって感じかな。地味といえば地味なんだけど、大主様がいてくれる安心感がラザハンを発展させてきたんじゃないかって思うんだ。だからこそ信じて依頼してくれた大主様のために、何よりこの島に住むみんなのために、どうにか成果を出さなくちゃ。土台の方はどうなってる？比率を調節するって言ってただろう。さてさて、塔の様子を見に来てみれば、エーテル放射を遮断するご不難像を作っていようとは。遠い昔にも同じような試みを提案された気がしますが、何でしたっけ、あの男。おおえん、もう古い記憶ですからね。体も変わりましたし、いちいち覚えてられないですよ。しかし、立場上そんな便利道具を完成させられては困るものの、この程度の知識と技術でどうしようというのか、見物といえば見物なんですよね。私の佐賀と申しますか、何と申しますか、忌々しいこと極まりないですが、こればかりは魂にも性分があるっ
って話かもしれませんね。